めまして、ゆうです。きよです。いつも応援してくださっている皆様、お久しぶりでございます。久しぶりです。いや最近はですね、うん、まあ何かとこの2人でこう、うん、いろいろ作業したり、ねね、やることが多いですね。多いね。だから、なんでしょうね、うん、本当に、まあ前からそういうね、なんかやってたこともあったんですけど、特に最近は、うんうん、結構頻繁にやって、そうね、いろいろやってますが、はい、ね、この動画で、僕たちを初めて知るという方も、いらっしゃると思いますので、はい、改めてですが、自己簡単にですね、自己紹介の方をさせていただきたいなと思います。私はですね、ジャン・ガルフというバンドで、歌を弾いて活動させていただいておりました。はい、同じく僕もそのバンドで、ジャン・ガルフでキーボードを弾いてやりました。はい、そしてこの度ね、うん、その僕たちの、YouTube チャンネルを開設することになりました。はい、このね、YouTube チャンネルを、説明するね前に、うん、なぜこの2人が、うん、そうね、というところをまあちょっと説明という話をさせていただきたいなと思います。はい、ですね、まあ先ほどもちょっと言いましたが、うん、ジャン・ガルフというバンドで、ずっと活動でメンバーとして活動していたんですけれども、はい、まあそれをまあ、解散という形になってしまい、うん、そして、まあ、じゃあ、ね、じゃあ次を、ね、うん、どうするか、どういうふうに、ね、していくかというところで、まあ、はい、一旦、まあ、もちろん、ジャン・ガルフというものをちゃんと置いて、ゼロからね、本当に、まあ、ゼロから、本当にゼロから、なんか、また新たにこう、うん、また自分のたちの挑戦でもありますけれども、はい、活動できたらなというところがね、やっぱり。はい、ありましたね。そうですね、うん、それで2人でもっとさらなる音楽をね、うん、で、まあなぜじゃあ2人、まあその、はい、ちょっとごめん戻るけど、うん、その2人っていうのは、まあ、きっかけっていうのはやっぱ、うん、そのでもその前からずっとその何て言うの、解散っていう前から2人で曲は作ってたんですよ、うん、そうなんですよ、ね、なんだかんだ本当にね、よく2人で集まって、まあ本当に、うん、なんかちょっと語弊のある言い方すると、遊び感覚で、いや本当にそう、これその曲を何かがあって作った、うん、作るとかじゃなくて、何のもそのね、そう、目的というか、そうあれもないまま2人でなんとなく遊びながら作ったりしてることが実はありまして、うん、まあそれがね結構な数だになってるんですよ ね本当にもうジャンルというか種類もいっぱい増えてきて、 そのバンドでできなかったようなものも、うん、なんか2人でならなんか結構面白くできたりとか、うん、してたんで、まあだから、まあ、きっかけというか、その、うん、なぜこの2人かというとやっぱそこが一番、そうね、その曲を、うん、なんかみんなにこう聴いてもらいたいというか、そうなんです、楽しんでもらいたいなと、うん、っていうところがあって、この2人の、結成することにしました。はい、では、はい、実際にね、うん、どんな活動をするのかということですが、はい、まず大前提にありますよね、うん、僕たちが、はい、活動するにあたって、そうですね、もう一番大きな、ポイントです。まあ、皆さんも分かるとは、そうですね、もしかして分かってる人もね、いらっしゃるかと思うんですが、はい、まあ、ボーカルで歌う人ですよね、はい、僕ら全然歌が、そうなんですよ、はい、本当にね、歌がね、なかなか厳しいものが、そうですね、ありまして、はい、っていうのももちろんね、うん、それがまあ、あるので、うん、まずは、さまざまな、ね、はい、アーティストの方とコラボレーションさせていただきたいなと、そうですね、はい、思っております。思っております。なんでね、まあ、本当にいろんな方とこう、まあ、まあ、新たにこう、ね、挑戦するっていう意味もあるから、はい、なんていうんですか、いろんな方とこう、そうね、ね、歌い手さんとかいろんな方とこう、うん、やっていこうと、ね。そうですね。うんうん、僕らのその、まあ、たまりたまった曲もそうですし、これから作る曲もありますし、そうですね、だからこの曲は、うん、まあ、僕ら勝手に言うと、うん、この方に歌っ、うん、この方ならいいんじゃないかとかね、うん、これはこの方かなとかいう、はい、本当にね、さまざまな、うん、曲ジャンルに挑戦していきたいなと思っております。はい、そして、うん、そのコラボレーションね、はい、第1弾はですね、はい、空の下ファミリアさん、世界で一番素敵な恋にしよう、yeah, 一人の夜も不安になった
ありがとうございます、ね男女混合の次世代コーラスグループ、うん、そうですね、うん、本当にねラップのねそうなんです人もいたり、はい普通にこうなんか男の 女の子一人ですよねそうですね女性の方、うん、女性の方と本当それぞれなんていうかな歌声それぞれが特徴あるというかなんかねそれぞれのいろんな役割があってそれを僕らのそのいろんな多岐にわたるその曲とか、うん、この発想を形にしてくれるとそうですね本当に僕たちと今までにないこう、うん、まあ一緒にやることってすごい挑戦でもあったり、うん、ねなんか刺激的なものになると思うんで、うん、ぜひともねその辺を楽しみにしていただきたいなと思います、はいはい、そしてまあ第これが第1弾、ね、でまあ、うん、その他にも第2弾第3弾とすで、はいに進行しておりますので、はい、そちらの方も楽しみにしていただきたいなと思います思いますそしてですね、その他にも、うん、さまざまなアーティストの方といろんなこうね僕たちの楽曲っていうのもありますし、はい、もっと僕たちの何ていうか、うん音楽僕たち2人の音楽を追求したものをやっていきたいですね。まあそうですね。ね、うん、そういうのをまあ考えているので、はい、その辺も楽しみにしていただきたいなと思います。思います。でですね、はい実際にじゃあこの YouTube チャンネルで、うん何をね、そうですね、しようかというそこですね、するのかということですが、はいこのねまあ YouTube チャンネルではまあ今お話しさせていただいたコラボとかもね、はい、いろいろまあ。いろんな動画をね、上げていきたいなと思いますし、はい他には、ね、何でしょうね、実際には、うん、その例えば、うん2人でこう、うん、実際に作ってるね、曲を、はい、こういう感じで2人でやり取りしながら、やってる様を、うん、これはね、なかなか赤裸々に、合ってますか赤裸々に、赤裸々に行きましょう赤裸々にお見せするというか合ってる、合ってる、OK、うんね、見ていただくっていう、はい、ちょっとそれはやばいですいや、まあ、服装さえ気をつけてください。まあでもなんかこんな感じでなんか作ってんねやなっていうようなねなんかものもこうね動画としてなんかお届けできればなと思いますし、はい、僕個人的なところでは、うん、まあギターいわゆるギターを弾いてみた、はいはいうん、そういうね動画も上げていきたいなと思いますし、うん、ヒョウさんはどうですか。僕はねそうですねキーボードを弾いてみた。っていうじゃキーボードで弾いてみたんですね。キーボード弾いてみたじゃないもう遅いですけどね。本当にね本当にね本当に本当にいや本当もう果敢にちょっと挑戦まあでもまあいろもっとなんかいろんな他にもまあそうね実際にじゃあ両方そうそう打ち込みそうですねこういう風に僕はやってるよそうですねどうやもう今まで僕ちょっと結構気を使いすぎてできたので、うん、あこのジャンネルでは気を使わないいいですね気を使わずいこうかなもうどん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 こう顔を出していくおおいいですね、うん、キーボーディスト音がこんなに大変なんやでっていうそういう側ですかまあ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 で、ね、いろんなね、はい、まあそういうなんかマニアックなことも、ね、そうね細かいことがねもうまあ全然いいと思うんでね、うん、やっていきたいなと思いますし、はい、あとはそうですねこれはね実際に2人で今までも何曲は実際にありますよね、うん、ゲーム音楽はいはいはいありますをちょっと2人でアレンジ、ね、したものとかもあって、ねまあ、新たにいろいろやりたいそういうのもやりたいですし、はい、なんかそういうゲーム音楽の2人ならではというかの、うん、こうアレンジされたものも演奏動画というか、はい、そういうのでね上げていけたらなと思います、はいね、そんなね、他にもね、多分これからいろいろやりたいこととか出てくるかも、ね、出てくると思うんで、はいね、そういうね、ね要するに赤裸々に見てもらえたらなと、思います、うんということで、はい今後はですね、いろいろ活動をしていく予定でございますが、はい、ぜひとも、うん、チャンネル登録の方よろしくお願いいたしますこれからね、うんまあ、いろいろ上げている動画についての、まあ感想とかそうなんです、ねまあ、コメントですねとか、まあ、あと本当にこういうのやってくれとか、うん、やってほしいとか、ね、そういうのもどんどんいただけたら、はいね、嬉しいなと思います。よろしくお願いします、これからもよろしくお願いいたします。